打って一塁間真ん中割っていくライトゴロに三なるのか一塁はセーフ。上林も狙っていました。しかし今日鶴岡3安打。いや悔しそうな表情です。これもうまく打ちましたね。そうですね、代打があるのかなと思いきや、パニアンダー打ってるという結果でね、ライトから素晴らしいボール。悔しそうな表情を見せました上林。右方向です。さあこれはチャージして太田がチャレンジしましたか、ま、そうですね、太田チャレンジ失敗です。いやでもね、ライト前打った瞬間に中田翔がすぐベースに入ったんですよ、はいはい、なのでいい当たり、こういうバッターにこういう当たりが来た時には行くよっていうようなね、もうミーティング行われてますね、まあ、すぐに行きましたからね。島も打球が速い分ね、やはりいい当たりの分ここはね、あの条件が揃った時にはあのライト太田大志がファーストに行くよっていうようなね、この2人のミーティング行われてましたね。多く見えます。うまく持っていったライト前、狙うか狙うか、マーティン、入ってます、右にうまく持っていったライトはゴロにはなりません。かなり前に出てきていました。ライトの吉田正尚狙ってましたね、今ライトゴロ狙ってましたね、それでボヤがどっちかというとびっくりしてましたね。そうでしたね、猛然とダッシュ、もやがもうぼやぼやするなっていう感じです。ぼやぼやするな。ピンチを招きました。外の球打ち返していってライトが前にいてボールを抑えますが、一塁送球するがアウトになりました。なんとライトゴロでスリーアウトです。ここはもう和田蓮が最初からこれを狙っていたんでしょう。和田がしてやったりの笑顔で戻ります。右方向強い打球はヒットになった。ライトゴロはどうでしょうか。アウト、ライトゴロ木村、久々に見ましたライトゴロ、狙ってましたが元ピッチャーの強肩、今日はホームランも打って打球が強すぎました。岩見ワンバウンドで取ってこの送球です。ああ余裕ありましたね。さすがに岩見もやや上を見上げたという格好になりましたが、山川も嬉しそう。ライトゴロ、その外を構えた森、ライト方向外の当たりを、これライトゴロになりました。一歩前進、強肩です。あらかじめ前を守っていました、ライトゴロです。いや西村さん、あまり見ないシーンですがね。まあそうですよね、かなり強い当たり、ライトワンバウンド、はい、やっぱりファーストとライトの打ち合わせがしっかりできてたんじゃないかなと思いますよね。あ、そうですか。この辺りライト前進すぐさま一塁送球、ストライク送球でした。ここはもうエチェバリアも苦笑いするしかありません ね。1年に何度も見られないというプレーでした。現役時代は結構西村さん、ライトゴロは投げれなくなるんですけどもね。綺麗なバッティング。さあライト川越から一塁はどうだ、どうだ、セーフでした。狙ってきましたね。まあ今年はマリンズライトマーティンがねライトゴロで一発やりましたけども、これも川越狙ってました。慌てて山川が一塁ベース戻ります。まあ、間一発セーフですけどね、あアイトでしたね、失礼、そうロッテ戦でアイトがやったんですけども、これ
変化球を打たれました。いいボールが入ってきた。アウトだ。佐藤の守備。浅くはありましたが取ってからの送球見ましょう。わあ間に合いました。アウト。どの子のダメージは大きいものがあります。安達も続く。しかしライトゴロを狙う川越セーフです。いや油断なりません。安達もほっと一息。もともとはピッチャー出身のこの川越、多分打った本人も、はい、あいけねえって思ったのかもしれないですね。川越のねこのくるって思ったんじゃないですか。そうですよね。打った球中ですからね。右方向、先頭バッターの茶谷が一塁どうだ、駆け抜けていきました。ちょっと際どいタイミング、ライトゴロファイターズも狙ってきましたが、ただ茶谷に1本が出ました。いい形でね、アウトコース際どいところでしたけどね、ちょっとした見逃したらボールかもわかんないですよね。そこをうまくコンパクトに打ちましたけど、この万波の判断も良かったですね。もう流れの中でスローイングまで持ってきましたね。ました。これはもう完全アウト狙ってましたよね。結構前ね守ってたんで、はい、取ってからも早かったですし、ライトアウトからの送球、あ余裕でアウトです。外崎もよく避けましたね今ね、はい、いやこれはアウトならでは あの攻める守備ですね。いやかなり攻めの守備ですね、はい、それは打撃よりね守備の方が楽しいって言うはずですよね、はい、ライトアイトの素晴らしい守備が出ました。4回が終わって1対1です。